ゼルダの伝説シリーズ、ゼルダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイルド、ゼルダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイルドは、任天堂より2017年3月3日に発売された任天堂スイッチ及び WiiU 用のオープンエアアドベンチャー。キャッチコピーは、かける、生きる、守る。果てなき冒険を、思いのままに。本作の特徴として、オープンワールドを採用しており、 プロデューサーの青沼英二は2016年6月16日の日本時間の午後23時に放送されたニンテンドーのウェブ番組ニンテンドートリハウスライブ E32016 内のインタビューにて広大な世界においてどこに行って何をするのも自由なオープンワールドで遊べるゼルダ史上類を見ない新しいゲームですと紹介している日本語のタイトルロゴは日本語表記が大きくなり初代 ゼルダの伝説に近いものになった。また、キャラクターデザインは一新され、一部のイベントシーンでは、シリーズ初の試みとして、キャラクターが、ボイス付きでセリフを話すようになっている。通常の任天堂 t e n d Switch 版、Wii U 版のほか、特製マップなどが同梱の、コレクターズエディション、マスターソードのフィギュアなどが同梱の、デラックスコレクターズエディションや、リンク、ゼルダなどのアミーボも発売した。 また、2018年11月9日にはガイドブックが付属したパッケージ版、ゼルダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイルド、冒険ガイドブック付きを発売し、2019年末に再販された。レビュー収集サイトメトクリティックでは、2010年代で最高得点のゲームの一つ、および2010年代最高のゲームリストで最も多く1位を獲得したゲームソフトとなっている。また、 多数の賞を受賞している。2019年4月26日のアップデートで、任天堂スイッチ版のみ、任天堂ラボ n イコン a b o t VR キットを使用した全編 VR に対応した。2019年6月12日の日本時間の午前1時に放送された、任天堂の Web 番組、任天堂ダイレクト e E3 2019で本作の続編を開発中であることが発表された。 2020年11月20日には本作の100年前を舞台とした公営テクモゲームス制作によるスピンオフ作品ゼルダ無双薬剤の目視録が発売された。ハイラル王国は遥か昔の神話の時代から幾度となく魔王ガノンの薬剤に見舞われ、その度に大魔の剣を持つ騎士と聖なる力を持つ姫がガノンを封印するという繰り返しの歴史を辿ってきた。 一万年前、高度な技術文明を確立していたハイラル王国は、その技術をもって、ガノン封印の一助とすべく四体の巨大兵器、神獣と自律無人兵器、ガーディアンたちを製造し、大麻の剣を持つ勇者と姫の聖なる力で、ガノンを封印した。そして百年前、先の封印が伝説となりつつある頃、ハイラル王家に仕える占い師が、ガノンの復活を予言し、 ハイラルの民は古代に作られた真珠とガーディアンを発掘、研究、運用し、王国の守りに当たらせた。しかし、ガノンはハイラル城の地下に復活し、頼みの綱であった四体の真珠とほとんどのガーディアンの制御を乗っ取って支配下に置き、ハイラル王や真珠の操縦者をはじめとした多くのハイリア人が犠牲となってハイラル王国は滅亡した。生き残ったゼルダ姫は、 致命傷を負った、このエキシリンクを治癒するため彼を、始まりの大地の海星の誇へ収容すると、自らの封印の力で、薬剤が脳を抑えることを決意した。やがて、大薬剤と呼ばれる災害から百年の時が流れ、目覚めを促す、謎の声に呼応して、リンクは長い眠りから目覚めるも、一切の記憶を失っていた。ハイラルの大地へ踏み出したリンクは、フードをかぶった老人と出会う。 謎の声と老人の導きにより、リンクは薬剤ノン討伐とゼルダ救出のため冒険へと旅立つ。主人公リンクの体力は従来のシリーズ通りハートで表現されており、敵の攻撃を受けたり、高所からの落下などによって減少したり、今作では気候や湿度によって減少する場合もある。一方で草を刈ったり、オブジェクト破壊で、 ハート回復アイテムが出現することがなくなり、料理でハートを回復することになる。ハートがなくなるとゲームオーバーとなり、最後にセーブされた地点に場所まで戻される。本作では特定のタイミングでオートセーブされるほか、プレイヤーの任意のタイミングでもセーブが可能となっている。リンクのスタミナはスカイワードソードと同様に頑張り、ゲージで表現される。 このゲージは走る、崖を登る、パラセールで、滑空、泳ぐ、ため攻撃をするといった行動で消費される。頑張り、ゲージがなくなると、崖登り中や滑空中に途中で落下したり、泳いでいる最中に溺れたり、足が遅くなったりする。頑張りゲージは、足が地面についている状態で、走ったりため攻撃などのアクションをしていなければ、自然と回復する。ゲーム内の表示言語は、 本体の言語設定に従い、音声言語はゲーム内の設定画面から自由に切り替えられる。任天堂スイッチ版は全部で10種類の言語に対応しており、Wii U 版は音声言語のみが変更可能となっている。プレイ中はリアルタイムでゲーム内の時刻が変化し、昼と夜の時間が交互に訪れる。現実の1秒がゲーム内の1分に相当し、 ゲーム内の1日は現実の24分となる。ただし、メニュー画面や武器の選択画面を開いている間は時間の進行が止まる。夜になると多くの魔物は武器を手放して寝てしまい無防備になる。一方で、夜にだけ活動する敵が追加で出現する。村の住人にも生活サイクルがあり、昼は仕事場で仕事をして、夜になると自宅に帰って眠ったり、 特定の時間になると墓地へ祈りを捧げに行くなど、一人一人が異なる生活習慣を持つ。天候も変化し、雨が降ると、焚き火や鍋の火が消えたり崖で滑りやすくなる一方で、雨音によりリンクの動きが敵に気づかれにくくなったり、湿地では降雨によって池が出現することもある。また、雷雨の時には金属製のアイテムに落雷する可能性があり、 金属製のアイテムを装備している場合はダメージを受ける。温度の概念もあり、極端な低温、高温の地域などではリンクの体力が減少してしまう。この時、特定の装備品や料理や薬を使用してダメージを防ぐことができる。戦闘は従来のシリーズ通りアクションバトルとなっている。手持ちの武器による近接攻撃、盾による防御、 弓矢やブーメランによる遠距離攻撃を行うことができる。敵モンスターの頭部に矢を当てた場合と武器が命中した時に壊れた場合は通常の倍のダメージを与えるクリティカルヒットになる。また手持ち武器やフィールド上の一部オブジェクトを転がしたり投げつける攻撃もできる。ZL ボタンで敵に注目した状態ではステップによる回避や盾を突き出して敵の攻撃を引いたりできる。 これらの操作をタイミングよく行うと、ジャスト回避や、ジャストガードが発動して、リンク以外の時間の流れが遅くなり、強力な反撃を行える。ステルスゲームのような静粛性の概念が導入されており、歩いたり走ったりすると大きな音が出るため、魔物に気づかれて攻撃されたり、野生動物に逃げられたりする。遮断で静かに移動することで、気づかれずに忍び寄って魔物に、 不意打ちを行える。不意打ちが成功すると、通常より8倍という、はるかに大きなダメージを与えることができる。武器を使う以外にも様々な戦闘方法がある。シーカーストーンの特殊能力を使った多彩な攻撃アクションで爆弾で攻撃したり、マグネキャッチで重いものを持ち上げて叩きつけたり、ビタロックを使い物体を勢いよく飛ばしてぶつけることでもダメージを与えられる。 草原の草に火をつければ燃え上がり炎症するので、敵陣を焼いたり、上昇気流をパラセールで捕まえて三次元的な戦闘も可能。場合によっては、蜂の巣や設置してある巨岩や地形の高低差も利用し、迂回や隠密行動で戦闘を避けるなど、正面から戦う以外の戦法を幅広く編み出すことができる。マスターソードを除いて、武器や盾には耐久度があり、 一定回数使うと壊れて消滅してしまう。装備の耐久力を回復させる手段はないため、武具を次々と持ち替えなければならない。武器や盾は落ちているものや宝箱に入っているもの、敵の持っているものなどを入手して、ポーチにストックすることができる。ただし、ポーチの容量には制限がある。自生している果物やキノコを採取したり、野生動物を買ったり、 魚や虫を捕まえたりすることで様々な素材を入手できる。入手した素材はそのまま食べても回復できるものがあるが、最大5つの素材を組み合わせて調理することで、ハートの回復効果や移動速度アップなどの特殊効果がある料理や薬を得られる。調理に使用する鍋は世界の各地に設置されており、焚き火に投げ込み、素焼きにして調理できる食材もある。ゲームの目標が、 チャレンジとして与えられ、メニュー画面のチャレンジ一覧で内容を確認したり、目的地を表示できる。また、チャレンジは以下の4種類がある。本作はアミーボに対応しており、1個あたり1日1回アイテム素材を獲得することができる。特に、ゼルダの伝説に関係するアミーボを使用すると、特別なアイテムが出現することがある。4英真珠を操るため、 各種族から選ばれた特別な力を持った者たち。百年前の大悪災で真珠を操りガノンに対抗するはずであったが、いずれも、ガノンの魔力によって生み出されたカースガノンに襲われ、命を落とした。イーガダンハイラル城の者たちからその技術力を疎まれ、礼遇されたことで、ガノンに忠誠を誓ったシーイカー族の一派。英傑リンクの抹殺を目論む。今作の魔物は、 単純にフィールド上を徘徊したり取り出で周囲を警戒したりするだけでなく、焚き火を囲み休息しながら仲間と談笑したり、食事や睡眠など生活感のある滝にわたる行動をとっている。倒したモンスターの再配置はマップ切り替えなどによる自動復活ではなく、数日に一度ガノンの影響により、地の満月と呼ばれる月が赤く光魔力を帯びる夜があり、その瞬間に 全てのモンスターが復活するという世界観を織り交ぜた描写になっている。魔物を倒すと対応する素材や持っていた武器、盾が手に入る。魔物素材は食用には使えないが、薬の材料や防具の強化、魔物ショップで通貨と交換などの用途がある。過去シリーズに比べると、モンスターの種類自体は比較的に少なめだが、色違いや足という形で、 多数のバリエーションを有している。過去シリーズでは、ボコブリン程度にしか存在しなかった色違いの上位種が人型モンスターほぼ全てに存在しており、通常モードでは、白銀、マスターモードでは、さらに強力な金色が最上位となっている。炎、氷、電気といった属性別の亜種も存在しているほか、骨への体を持つスタル系統も存在する。 スタル系の一般モンスターは夜に出現し、複数出現した場合は、群れすべての頭を破壊しない限り何度でも復活する。また、スタル系の頭部のみが浮遊する、カオスという系統もいる。ガーディアン真珠と同じく1万年前に厄災に備えて製造されたロボット兵器。100年前の大厄災の際に、ガノンに掌握されて暴走し、 ハイラルが滅んでなおも人々を襲い続けている。ターゲットを見つけると目から超強力なビームを発射する。また、失われた古代の素材で作られているため通常の武器では有効なダメージを与えられないが目を矢で攻撃すると大きくひるむ。口を立てて動かなくなった個体を調べると機械系アイテムの強化に必要な素材を入手できる。大型モンスターフィールド各地には 通常のモンスターよりも強大な大型モンスターが生息しており、個体ごとに二つ目がついている。一度倒したモンスターは、再早偶時には討伐したマークが表示される。マモのショップを経営しているキルトンが討伐した数を数えており、各種類のすべてのモンスターを討伐すると、キルトンから証がもらえる。ボスモンスター1万年前にガノンの薬剤に備えて、 シーカー族の技術を結集して、ハイラルオーケが製造した巨大な機械兵器。高出力のビーム砲を搭載しており、当時はガーディアンたちと共に、ガノンの力をそぎ、封印に大きく貢献した。100年前の大厄災の際に、市中から発掘され、各種族の英傑によって刺激されたが、ガノンの魔力を浴びたことで、制御機関を乗っ取られ操られる。 大厄災が静まった後はおとなしくなっていたが、100年後の現代でガノンの封印が弱まり始めたことに伴い、再び各地方に災いを振りまくようになる。それぞれの真獣は担当する英傑の部族のものとして、過去シリーズに登場した賢者たちの名前をもじっている。真獣と時を同じくして作られた自立型の対ガノン兵器。決して大きくはないがその数の多さを利用し、 ガノンと戦う、当時の勇者や姫を守ったとされる。100年前に真珠と共に、地中から掘り起こされたが、ガノンが復活した際に発した魔力によってほぼすべてのガーディアンが乗っ取られ、当時のハイラルを焼き尽くした。100年経った現在では、ほとんどの機体は、活動を停止しフィールドのところどころで朽ち果てているが、未だにガノンに乗っ取られたまま稼働している機体もおり、 ハイラル城を中心に広い地域を徘徊している。ハイラルのフィールドには、魔物の他に、現実世界で見かけるような野生動物や、野鳥も生息しており、倒すことで肉などの素材を入手できる。野生動物、野鳥の分布は地域によって異なる。一部の野生動物は、馬のように乗ることができる。また、狼など魔物と同じように、リンクを積極的に襲ってくる動物もいる。 巨大なドラゴンの姿をしており、封印の泉を中心に空を勧誘している。こちらに危害を加える意思を示すことはないものの、体や溢れ出す力に触れると、ダメージを受けてしまう。倒すことはできないが、攻撃した部位によって、格の欠片や爪や鱗といった貴重な素材を落とす。精霊が近くにいると専用の BGM が流れ、上昇気流が発生する。 今作のハイラル王国の広さは、トワイライトプリンセスの12倍程度とされ、任天堂の本社が位置する京都市と同等のスケールになっている。下記に記載されている地区は、ゲーム内マップの4段階倍率表示中の2段階目で表示されるものである。追加コンテンツのダウンロードが可能になる、有料 DLC で、いわゆるシーズンパス、ゲーム発売日と同時に配信を開始した。 購入特典として、始まりの第一に限定装備を含む特製宝箱が3つ追加される。2017年6月30日配信。2017年12月8日配信。2016年6月16日の日本時間の午後23時に放送された、ニンテンドーのウェブ番組、ニンテンドートリハウスライブ E32016 において、正式名称が発表された。 当初の開発期間は2、3年を予定しており、2015年、もしくは2016年に発売予定だったが、開発者の満足する水準に達しておらず、任天堂の社長である、君島トールオノレラにより、最も完成度の高い究極のゼルダを目指し、また任天堂スイッチ本体の発売日に合わせる目的もあり、2017年まで発売を延期している。 2012年から企画を進め始め、本格的に開発が始まったのは2013年で、開発コンセプトはゼルダの当たり前を見直す。企画段階では、本作の課題であるゼルダの当たり前の見直しから始まり、広い世界を作ろう、いきなりボスのところに行けるようにしよう、何でもできるようにしたいと実現方法を考えずに、語りながら作られた。 オープンワールドの採用理由について、スカイウォードソードで大空と大地の境界線を探索できないという意見があったからである。また、原点回帰もコンセプトの一つで、初代ゼルダの伝説をこの時代に作ってみたら面白いものになるという部分から、オープンワールドでの開発を進めていった。開発段階では最初は 2D でマップを制作し、 それを 3D に作り直すという作業を行っている。物理エンジンのハボックを使用しているが、アルゴリズムを一任せず、挙動を制御するカスタマイズを施している。グラフィックは、トワイライトプリンセスのようなフォトリアルな方向性、風のタクトのようなトゥーンレンダリングの方向性の、両方が模索された。フォトリアルな方向性では鳥を狩ると、いきなり鳥肉になるといった表現や、 様々な素材を運ぶときのコミカルな表現がそぐわないため、風のタクトを HD 化した表現が開発チーム内で評価された。しかし、こちらの方向性では子供向けに見え、30年の歴史があるゼルダシリーズの大人のファン層に訴求しないことが懸念された。そういった試行錯誤の結果、キャラクターの頭身は上げつつも、トゥーンレンダリングを使用し、リアルに寄りすぎない、 絵作りが採用された。音楽は環境音を引き立たせるため、ピアノの音がメインとなっている。開発規模は100人を超える開発スタッフを動員しており、スタッフクレジットに記述されているスタッフの数は、総勢で約300人以上とされている。開発終盤では、開発者全員で1週間プレイし、足りない部分を探した。ニンテンドース o s w 版と Wii U 版を同時制作した。 ことについて、ディレクターの藤林秀丸は、すごく苦労した部分もあれば、すごく簡単な部分もあったと語っている。コスト問題は本作を、全世界で200万本以上の販売で開発費などを、回収し、日本国内の市場では30万本以上を、大ヒットの目標として掲げられている。また、今作は、オープンワールドを採用しているが、任天堂は独自の総称で、 オープンエアと呼んでいる。これについて代表取締役専務の宮本シュゲルはプレイヤーがやりたいことは何でもできるが、それがエンターテインメントの一種であるようにしたかったと語っている。微細な問題の修正を除くアップデートを一家に挙げる。ありがとうございます。